こんにちは。ランチェスター経営戦略コンサルタントの坂上仁です。ランチェスター戦略経営理念の本を書いています。今日のテーマはこちら、コロナで JAL と ANA 大赤字、2021年8月です。 JAL と ANA の業績、 ANA、JAL、 そしてその予想についてのお話です。 ANA の2021年の4月から6月期、第1クォーターと呼ばれる期間ですね、売上が約2000億、昨対では 63% 増えたと、まあ、去年もきつかったのでそれでも 60% 増えてますよ、1989億2000億になりましたよっていうデータです。そして営業の損益がマイナスの600億、去年がマイナス1500億でしたので約1000億円業績が改善されたのがANAです。一方で JAL、 2021年の4月から6月期、売上が1300億円、去年に比べて 74% 増えている。営業損益がマイナスの約600億、去年が900億だったので約300億利益が改善はされたよと、でもマイナス600億あるよっていう事実です。 ANA と JAL の2021年第1クォーター、 4、5、6月期の売上で比較をすると、 ANA が約2000億円、 JAL が1300億円ということで、なかなか厳しい状況になっているというのが今です。同じように営業損益を比べると、 ANA がマイナス600億円、 JAL がマイナスの570億円という、こういう感じです。 JAL についてなんですが、じゃあ通期ではどうなのとなると、売上が5300億円、利益がマイナスの2000億円、2300億円、これは第1クォーターの4倍をしたという一旦の予想ですね。まあ少しはよくはなってくるかと思いますけども、5000億円の企業でなんとマイナスが2000億円出てしまうという、こういう体質なんだということです。そして JAL の、それのこのままで大丈夫っていうふうになると、現金と借金、そして利益をデータから拾ってみると、それ全部下にリンク貼っておきますのでご覧ください。今現金が3500億円あって、借り入れを5700億円。要は借り入れをしないと支払いができなくなるもんですから、まあ約6000億を借りているよ。3000億現金持ってるよっていう状態ですね。約9000億円持ってるんですけども、このままいくと通期で2000億円の赤字なので、まあ、今年は乗り切れるんですけども、来年再来年同じ状況になるときついぞっていうことですね。コロナで景気が戻ってくるっていうのはあるんですけども、国際線での行き来っていうのが、ビジネスマンも必要な時は行きますけども、今、Zoom での会議で終わりにしようみたいな現場があれば仕方なく行くんですけれども、会議等でしたらば、リモートでやれちゃう時代になってくるので、やっぱり回復してくるのはあと 1,2 年かかるんだろうなっていうのが私の予想です。では JAL の国際便第1クォーターで、比較をしてみると、2019年、20年、21年の売上でいくと1300億、27億と112億ということで、なんとこれ40分の1ぐらいになっちゃってるんですね。そして今の2021年の112億というのも2019年から比べると 91% 減なので、10分の1になっているというのが現状ということです。つまり今まで満杯だった飛行機が、まあ10分の1しか乗ってないよっていう感じですよね。だから飛行機も飛ばさなくなっちゃってるっていうのも現実ではないでしょうか。 JAL の通期の予想ですが、2020年が実績が1兆3000億あったんですが、2021年、通期の売上ですね、ごめんなさい、2020年が1兆3000億あって、21年が4800億、まあ、1兆4000の5000ぐらいで9000億円減って、ちょうどというか3分の1になったということです。売上が3分の1になったということですね。 JAL という会社はです、非常に大変な状況にあるっていうのが一般的な見方ではないでしょうか。そして業績の売上の激減マイナス 90%、 そして赤字の予想がマイナスの2000億円ということなんですね。売上が9割減って赤字が2000億あるよっていう状態で、これはお客様が大事じゃないんですかっていうことなんですね。つまりお客様がいなければ企業というのは存続できないんですけれども、多くのこういう会社では、まあお客様が来て当たり前だっていう、そういうふうに思い始めてるところがないかなっていうのが私が推測するところです。知っていてもやらなければ知らないのと同じなので、一つだけやってみようとすれば、顧客を大切にと書きました。 JAL の場合なんですが、以前私も YouTube で言いましたように、1清和塾で2020年 JAL が倒産した時からものすごく応援しましたっていう事実があります。2
ところがなんですが、2021年今年の7月に私は沖縄から羽田の便でマスクをしてない、強制されたんですけども、それを断ったことによって飛行機に乗れませんでした。搭乗拒否をされたということです。これが 2-1。 そして 2-2 としては、その後なんと誓約書というのを送ってきて、あなたはマスクをしない限り JAL には乗せませんよという手紙が来ました。これはお客様を大事にしていることになるんだろうかってことですね。私は全くそうは思いません。なので私はもう JAL には二度と乗らないんですが、 JAL の方からも誓約書を書かなければ乗せませんって言われてますけども、そういう誓約書を本当に出していいんだろうかと、ここでも何回も言ってるんですけども、何の連絡も JAL からはありませんっていうのが事実です。 JAL のある機長パイロットの方からはすいませんねって、うちの会社がっていうメールはいただいたんですけれども、 JAL 本体からは何の連絡もなく、私は今マスクをしなければ JAL に乗れないという状態になってます。業績が3分の1になり、国際便が9割減って、そして赤字が2000億出ている会社が顧客に対して誓約書を出したっていうのが事実なんですね。具体的な数字を持って会社の業績を今お伝えしましたけれども、私は何だろうな、やっぱり応援する気持ちもあって JAL に今まで乗ってきたんですけれども、頑張ってねって、売上減ってるけども来てるお客様大切にしてくださいねって、頑張ってくださいねって言ってたんですけども、まあ私がされた仕打ちは、誓約書を書かなければあなたは飛行機に乗せないっていう、こういうことなので、まあ、JAL にはもう二度と乗りませんっていうふうにここでも公言しております。お客を大切にする会社、大切にしない会社、アナは乗れましたからね、ああどうぞって言って普通に乗せてくれたので、僕はアナに乗るというふうに決めています。このアナと JAL の対応について多分大きな結果がこれから違ってくるんじゃないかなというふうに思います。私がこれを YouTube で言ってるだけでも、まあ複数人の人が、まあ10人以上ですね、100人ぐらいだと思うんですけども、100人以上はもう JAL に乗らないという方の連絡とかももらってますので、そういうことが起こってるんじゃないかなというふうには思っています。かつて倒産した頃の JAL に非常に似てきた感じがしていまして、大変残念に思っています。でもまあ仕方がないことかなというふうに受け取っております。この JAL に対する意見についてはこの YouTube で最後にしようと思ってますので、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。この YouTube では経営の原理原則、仕事の基礎基本、皆さんの仕事人生経営に役立つ情報を発信していきます。お客様を大切にしない会社はうまくいかない、潰れるというふうに私は思っています。ありがとうございます。いい会社を作りましょう。お客様の役に立ち、喜ばれ、感謝される、いい会社を作りましょうと言っています。ありがとうございます。